今日ね2月18なんだけど、今撮影してるのがね。で、大体この時期にね、あの2月に植える野菜みたいな YouTuber でやってるんだけれども、まあじゃがいもとか出てくるんだけれどもさ、あれ気をつけてほしいんだけども、ここ青森市ね、青森県青森市、今どんな状態かって、後ろで扉開けてあるんで今回すよ。すごくね、まぶしいかもしれないけど、よいしょ、待ってな。そうそうそう、こういう風に映ってるのさ、ほら、雪雪雪雪ね。今日はね、暖かい日で最高気温8度で、すごく暖かくて汗ばんでるんだけどもさ、こういう状況でさ、これ雪だよね、この状況でジャガイモ植えられるわけないよね、青森の場合ね。そういうお話、よいしょ、そういうお話をね、今回したいなって思うのね。で、ジャガイモ、2月に植える野菜でジャガイモって言ってるのは、おそらくさ、九州とか四国とか、なんかそっちの方だと思うのね、暖かい方。で、俺がね、研修した静岡県の伊豆の国市の山の中だと、3月だったな、植えたのはね、ジャガイモ。で、青森県の平地、睦田の睦市っていうところとか、青森市とか、だいたい4月の頭に植える、だいたい。で、俺がやってた沖上平、山の上、標高750メートルの場所、こう寒いから5月でも、それまで雪残ってるから、5月の連休明け、6月入るちょっと前までに植えてた。それで取れたのね。だから地域によって何を植えるか、どのタイミングで植えるか、どんな作業に入るかっていうことは、実は地域によって違うのさ。それは当たり前なんだよね。当たり前なのさ、それはね。でも、その地域でしか栽培してこなかった人にとっては、2月にジャガイモなんだ、3月にジャガイモなんだとか、4月にジャガイモなんだっていうことが固定されてるわけさ。そういう人がいるのね。俺はね、静岡も行って、北海道も行って、京都も行って、青森も行って、いろんなとこ行ってきたから、ちゃんとね、それを肌で感じて、気温が違う、温度が違う、環境が違うから、それに合わせた栽培をしなければならない。だから、俺はね、この YouTube で、4月にこれを植えろ、2月にこれを植えろっていうことは言わないのね。言うとしても、青森の場合はっていうふうに付け加えるの。だから地域ごとにね、そういうさ、栽培の方法っていうのは違うの。だからコメントでね、何月、どこどこの地方だけども、何月に出ればいいですかって聞かれても、答えないの、俺は。それは近くの種苗店とか、先輩農家さんとかに聞いてくれと。一番いいのはホームセンターで苗を売ってるとことか、まあ種苗店が一番いいな。あそこね、何々種苗店みたいな。そこに聞いてくださいって返すの。そこで地域に、どういうものが適していて、どういうものをどういうタイミングで植えればいいかってことは、やっぱ地域の人しかわからないことで、俺が北海道はこうだって語ったところで、それをお前は、俺はね、青森の人だから、わからないじゃんって、わかるわけねえだろ、おめえってさ、なるし、まあ、静岡はある程度ちょこっとわかる、2年間だけどもいたから、ね、それが俺は九州の話したってわからない。だから、ね、YouTube で2月、この作業をしてくださいって、っていう時に気をつけてほしいのは、本当に気をつけてほしいのは、それはその地域のものであって、あなたの地域と同じじゃないかもしれませんよっていうこと。ね、そこを覚えた上で、2月でこの作業っていう動画を見て、ああ、なるほど、こういうことやってるんだって思ってもらえれば俺はいいと思うの。だからそこをやっぱり YouTuber の人たちもね、農業系 YouTuber の人たちも気をつけてほしいなって。2月18日、青森市では今さっき見せた通り雪がいっぱいあるので何もできませんってね。まあできることといえば小豆の選別とか、そういうことをしていますとか、ね、野菜を調理しますとかさ、そういう話になっちゃうのね。だからこの地域の違いっていうことをやはり念頭に置いて、見る方も、そして配信する方もやっぱ考えておかなきゃいけないと。ね、そこをやっぱり抜け落ちてしまっては、農業者としてさ、ちょっとまだまだなんで、やはりみんなね、ただ自分の地域はどうかってことを言うのは OK なのさ。だけどそれが全部に当てはまることじゃないってこと。品種も違うし、タイミングも違う。まあ当たり前で、それは当たり前だよって思う人もいるかもしれないけど、意外とね、思ってない人もいて、だからさ、ね、そういう残念だなって思うこともあるんで、ね、うちの方はこうなんだって言っても、それが他の地域では通用しないことなんで多々あるんだよ。でも通用することも応用できることもあるから、いっぱい勉強するけどね、俺もね、京都でも、静岡でも、北海道でもね、いろんなとこ行ったところをさ、
取り入れて、ね、その土土に何が合うのか、地域で何をやればいいのか、そういうことを考えて、やはり一番の先生は YouTube の向こうの人、まあ俺とかじゃなくて、地域の先輩、農業者、家庭菜園者、種苗店の人に聞く、ね、大まかな土作りのこと、栽培でこうしますっていうことは俺らでも通用するんだけども、何をどのタイミングで得るか、これは地域のと違うってことを念頭に置いてもらいたいなっていうことを他の YouTuber さんたちを見てて思ったんで、まあちょっととりあえず動画にしました。まあ、とりあえず青森は全然、あと1ヶ月は、うん、なんも土は出てこないなって感じかな。3月はずっと雪を溶かすために、日当たりのいいところ、駐車場とかで車置いてあるところに雪を持ってってばらまいたりとか、そういう仕事通が採用になってくるんで、とにかく雪が溶けなければなんもできないなって。4月5月でも遅霜とかの可能性もあるから、やはりそういうことを気をつけなきゃいけないし、青森の場合はおそらく遅霜っていうことを九州とかにはないのかな、5月とかになってくると分かんないけどね、分かんないよ、行ったことないから九州さ、うん、だからやっぱ地域性があるっていうことを念頭に置いて、これからね、あのいろんな農業 YouTuber さん、他の YouTuber さんも見てもらいたいし、俺の動画を見るときは、あ、青森市はこうなんだなっていうことを思いながら見てもらえたらいいなって思いますっていう動画でした。で、とりあえず気をつけてもらいたい、地域の人に聞くこと、何をどのタイミングで植えるかってことは、それで補ってほしいと思います。